にちは。今日は加圧サイクル 2.0 の使い方を説明したいと思います。加圧サイクル 2.0 をご購入いただくと、このようなセットが送られてきます。こちらのケースを開けてみますと、サイクル 2.0 の本体が1台、チューブが2つ、充電用のケーブルとコンセントの部分が入っています。そして体に装着する腕用のベルトを2本。こちらはスモール、ミディアム、ラージの3つのサイズをご用意しています。足も同様に左と右のベルトを用意しております。それではサイクル 2.0 の機械の説明をいたします。まず正面に3つのボタンがありまして、真ん中のボタンがオン・オフボタンになります。こちらのボタンを指で長押し3秒していただくと赤く点灯します。これがオンの状態です。右側の G のボタンはグループの略で、左側の P のボタンはプロの略です。機械の上部に L、M、H の3つのボタンがあり、こちらはロー、ミディアム、ハイの略です。圧の設定の仕方としては、グループのロー、ミディアム、ハイ、プロのロー、ミディアム、ハイの6つの圧の設定ができます。機械にチューブをコネクトします。このチューブのグレーの部分を機械の横の穴に入れ込みます。半分ほど入れます。反対側も同じように入れていきます。そしてベルトのこの黒いチューブの先端とコネクターを合わせます。しっかりカチッとこのような音がするまでしっかりと接続してください。はい、これで出来上がりです。腕のベルトを装着します。輪っかを作ってその中に腕を入れます。腕の付け根にしっかりと巻きつけます。指が1本入るか入らないかぐらいの強さに巻きつけます。反対側も同じようにして装着します。付け根まで入れて、はい。では、血流が指の先までしっかりと通っていることを確認するために、手のひらを押して白からピンクに3秒以内に戻ることを確認します。この状態だとしっかりと手や指の先まで血流が流れていることがわかります。加圧サイクルを始めます。まずオンの状態から G のボタンを押します。そして上のローのボタンを押すと加圧サイクルが始まります。ミディアム、ハイ、足のベルトを装着します。足の付け根に巻きつけます。反対側も同様に足の付け根に巻きつけます。指が1本入るぐらいまで巻きつけます。それから血流が足の末端まで
ちゃんと通っているかを確認します。くるぶしの少し上のあたりを親指で押してあげて、白からピンクに3秒以内で戻ることを確認します。機械をオンにして足の加圧サイクルを始めます。 G のボタンを押してロー、ミディアム、ハイ、それぞれの圧で加圧サイクルが始まります。